情報量が多いですね。あれは何、通勤特急ですか、それとも金沢から来たのか。そんなわけはない。そんな感じで本日は2023年の11月の2日木曜日、ここは新大阪駅でございます。こちらにありますのはもういずれね姿を消すであろう金沢行きのサンダーバード。さてこれに乗ってきました、大阪から。まだ時刻7時過ぎですからね、ちょっと気持ち悪いですね。大阪を同時で出たんですけれども、新大阪着く前に追い抜いたのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、あれと並走してきました、まあ、ちょっと途中はあれの方が早かったですね、まあ、そんな感じで今日はですね平日なんですけれども、まあ、皆さん学校でしょう、僕は学校じゃないんですよ。今日はね、まあ、九州に向かいたいと思います。でですね、わわわわわわわ、すげえなあれ、奈良方面から来た人ですね。まあそんなことはいいとして、まあ今日はですねこちらの切符を使ってですね、九州に向かいたいと思います。グリーン車ですよ、日本旅行のやつですよ。昔から使ってみたいなと思ってたんですよね。で7時35分と早いんですね。小玉号と光号に対してですね全部で5本かな、ちょっと何本か忘れたけど、まあ、光号は2本しかないですよ。そのうちの光号2本ですね、グリーン車がありまして、ね、グリーン車がですね8600円で乗れるんですけど、プラス1000円で、ね、9600円でグリーン車に乗れるというね、とてもお得なんですよね。普通に自由席に乗っていくとですね、14750円新大阪からとかかるんですよ。高すぎだろうと思って。まあ、これが安すぎるんですよね。そういうことでね、今回はこちらを使って、グリーン車に乗っていきたいと思います。お飲み物がただで、ね、1ついただけるんですよ。ということで、上のセブンイレブンに行こうと思います。なんかセブンイレブン混んでるこれ。まあまあまあいいでしょう、朝ごはんとお飲み物をいただきたいと思います。盲点だった、ここにもあったわ、セブンイレブンの奥に。あっちで買えばよかったかもしれない。まあでも僕がねなんかね商品選んでる間にで人は減ってきました。という感じで、はい、新幹線乗り場でございます。ここではね東京方面に向かう東海道新幹線、そして博多方面に向かう山陽新幹線、その奥九州新幹線まで直通するようになっております。僕が乗るのは山陽新幹線でございます。それではね、行きましょうと思ったんですけど、なんでそんな、ああ、なってた。この辺使えないのは何なんだろうね。まあ、ぶち込むか。いや、この1枚だけで行けるの面白いわ。ほら、行け。ということで、僕が乗るのは光531号、博多行き7時35分後で、こちらになっております。22番乗り場。まあ、グリーン車に乗るので、グリーン車の人相みたいな感じで化けないといけません。まあ、無理でしょうけどね。出た、みずほ。みずほと桜はね、8秒なんですよ。少ないのね。あれは鹿児島中央まで直通していきます。まあ、せっかくなんでグリーン車を味わうためにね、こっちグリーン車じゃねえわ。もうグリーン車の民装じゃない。まあいいや、時間あるし。まあ、こんな感じで。もうこの辺に来たらもうどれも同じの来ますからね。ほとんど。まあでもこっちはそうでもないから500系とか700系レールスターするか。まあそんな感じで、まあゆっくり場所を移動しておこうかなと思います。ちなみに途中停車駅見てなかったんだよね、ちょっと感じに変わんないかな。まあいいや、新神戸、姫路、岡山、福山、広島、新下関、小倉、新下関止まんのこれ、新山口とかじゃなくて、何これ変わってんね。で、この光がめちゃくちゃ速いんですよね。なんか知らんけど、すごい速かったんですよ。計算できねえ。計算できねえ。7時35分から2時間半ぐらいです。あっちが出てきますね。びっくりするぐらい速くてですね。びっくりしちゃったよ。びっくりするぐらい速くてびっくりしちゃった。ちょっと意味がわかんないですよね。向こうは東海道新幹線光号ですね。あんなとこ並ばなくてもいいんですよね。だって席がもう決まっているから、今日は自由席じゃなくて。早くね座りたいなという気持ちはあるんですけれども、まあ、今のうちに動画をベラベラ喋りながら撮っておこうと思います。いや本当に久々だな九州行くの。で大体1年前10月の20何歩とかにね日本縦断してたんですよ。北海道函館から縦断してたんですよね、長崎まで。その時以来だわ、久々に行く。おお、いやこれなんかよくわかんないけどね。で帰りもねこのあるんだけど、ちょ遅いんだよね帰りの時間は。だからね船で帰ることにしました。
前回も使いました名門太陽フェリーという素晴らしいあの船がありまして、そちらの、ね、個室を取ることができましたので、そちらにすることにしました。今回もねその動画もね後々撮っていきたいと思っております。九州で撮る動画は多分ほとんどないです。まあ、そんな感じで、ちょっとベラベラ喋ってるあれ来るかなと思った、全くでしたね。でも切りますわ、これ長すぎる、ちょっとギリギリまで来ない。あ、なんかツアーのあれなんだろうと思って、こだまだなと思ってたけど、やっぱ500系だったわ。いやー、この丸みを帯びたこのかっこいいボディということで500系がやってまいりました。500系はですね、今はもうこだま号としての運用しか入っていないんですけれども、昔は世界最速の列車としてですね、あの名を馳せておりました。その中でですね、東京まで実は博多東京を、ね、移動する列車でもあったんですけれども、これね、座席数がですね、東海道新幹線のね、あの300系や700系、700S と 700系とですね、あの座席の配置が違ってですね、あのこいつがたまたま故障とかでね、その駅にやってこれないとき、今日は走れないよって時はですね、代用の、ね、列車を作らないといけないですよ。で、当然それはですね、東海道新幹線でも山陽新幹線でも問題が生じてですね、座席数が違うので、あなたすいません、この座席番号なんですよ、こちらに移動していただいてもよろしいでしょうかとかいうことをね、やらないといけなかったらしいんですよね。そんなね、あの面倒くさい新幹線というふうにも言われておりました。今ではね、もうあの世界最速で走ることはできなくなりました。あちらにありますサンタクロスというものがございまして、あちらがですね、300キロを出すことができないような作りに変わりました。そしてですね、この新幹線なんかね、あの一番前はね、あの座るあのドアがあったりするんですけど、あのドアは使えないんですよ、一番前のドアは。乗務員室みたいな感じだよね。で、まあ、ちょっと変わってるっていう感じです。で、博多から新大阪に移動するときの一番前は自由席になっておりまして、まあ、後ろもそうだったと思うんですけど、そこはですね、子供が楽しめるような本物の新幹線の、ね、運転台の部品を使った遊べる場所になっておりましてですね、あの一番前の座りはしかもシートピッチがめちゃくちゃ広くてですね、グリーン車よりも快適でございます。そんな感じでいろいろ話しました。そちらの写真とかもあったら載せております。そんな感じで、時間を潰すことがなかなかできました。そろそろやってくると思います。おかしいな、先に7時50分発の水穂が来たんだから、どういうこと、しかも人乗せてなくて草、折り返しとかそういうのじゃなくて来たよ。もう5分前なんだけど、まだ来ねえの。僕ね、この列車はね、大量に人乗ると思ってるんですよ。さっきも言ったんですけど、旅行会社のやつなんで安く乗れるんで結構取ると思ってるんですけど、まだ来ません。ようやく入線してまいりました。博多行きの光531号。すごいね、もうグリーン車、今日僕は窓側取ってるけど、もう冷えるんでおしっこ行きたいなと思ってます。いつでもトイレ行きたいですね。そんな感じでやっとやってまいりました。9号車の D ってどこだ。9号車10番 D だ。9号車の D はおかしいわ、右側かな、 D どっちだっけ。僕いつもなんか進行方向左側を取ってたんだけど、今日もしかして右側を取っちゃったかな。別にいいんだけどね、別にいいんだけど、左側を取るという理由はですね、あの基本はあの左側通行なんですよ、車と一緒で。だから待って、これ名古屋市やつだ。出発よしっていうのは全員乗ったからじゃなくて、信号関係がよしということです。実際にはまだ人間が乗り込んでいると無理です。これ遅延するよさすがに。じゃあ乗り込みます。新幹線が出発いたしました。中ってね、結構ね、車内やっぱ混んでたね。で、隣にね、外国人の方がいらしたんですけれども、なんかね、2人でね、縦で撮ってたんだよね。マジでね、全然気づかなかった。ずっと1人で乗車してきたのかなと思ってたんですけど、後ろがいなかったんでね、リクライニング全開でした。だからね、僕も全開にしたんですけど、いや、変わってあげればよかったなと、その時思いましたね。まあ、分からなかったんで仕方がないです。ちなみに、進行方向左側はですね、梅田のビル群を見ることができます。夜でも申し訳ないです。せっかくのグリーン車なので、靴を脱いでフットレストを使うことにしました。こちらの面はですね、靴を脱がないといけません。ちなみにこれ見てて恥ずかしいです。背が低いのか、足が短いのか、わかりませんけれども、下まで下げきれないっていう。まあ、ここまでしか下げきれないということは、これが十分の高さなのだろうと思いまして、諦めました。
新神戸はね、ちょっと撮るところがなくて何もしてませんでした。ということで、姫路にやってまいりました。この白鷺城とも呼ばれる白いお城、立派ですね。まあ、街も立派なので、ビル群に邪魔されて途中で見えなくなります。でも大丈夫です。駅で見れたりだったりだとか、駅を出てすぐにね、また見えるようになったりとかしますんでね。まあ、見たい方はぜひともね、岡山、広島方向に向かうときは右側を撮ると見えるし、まあ本当は逆側の方が多分見やすいかなとは思うんですけどね。今回はね、このように新幹線が邪魔してこなかったので良かったんですけども、時と場合によっては邪魔されるので、大阪方面、東京方面に向かうときに左側を撮ってみるのがおすすめです。これ岡山駅出るところですね。なんかレールスターとめっちゃすれ違いましたね、この日。なんでだろうね。すごかった。これもしかしたら光レールスターネットだったかもしれないですね。ちょっと僕にはわかりませんけどね。広島と岡山の間を走る光レールスターが朝いるらしいんですよね。ということで、のぞみの停車駅でもあります福山駅です。こちらね、右側にありますのが福山城です。ちなみにね、こののぞみのね、止まるやつと止まらないやつがありますのでね、通過線があります。広島で隣の外国人の方降りていかれました。縦でね、撮ってたらしいんですよね。いやずっしりしてますけど、どっちも一緒かな。さて、広島で降りてくだろうなと個人的に思っていたので、ちょっとトイレしに行くか、そろそろ。皆さん、グリーン席も使い慣れてないのかわかんないですけど、新幹線あるあるなんですけど、リクライニング使わないんですよ。この辺は常にないっすね。ずっとリクライニングフルで倒してます。今日2度目ですわ、レールスターみんな岡山に泊まってた。さすがだね。意外にもね、服やな。意外と降りてったね。あ、デッキなんですけど、なんか面白いもんあるかなと思ったんですけど、特に何もなく、トイレが普通よりもっと多いぐらいですね。人が何があるわけじゃなかったですね。一番高いの3種類のうちから買ったんですけど、あんまスイートミルクって剥がれてるだけあるわ。これが東海道新幹線の新しく始めたモバイルオーダーかと思ってみてね、とりあえず試しにやってみたんですけれども、まあ山陽新幹線だからなのか、この列車なのか分かりませんけれども、まあちょっと無理でしたね。こちらはですね、山口県最後の新幹線停車駅になります、新下関駅です。
ちょっと初めてね、こんなに近くで見ることができました。いつも通過しちゃうんで、のぞみとかみずほとかで、桜もそうか、なかなかねこんなゆっくり見る機会がないのでね、ちょっとカメラ回しておきました。ふーんと思って見てますね。なんか変わった作りしてますわと思って、この光号に乗ってよかったなと思いました。貴重な体験です。ということで、新下関駅を出発いたしましてね、ちょっとね、あんまりよく分かってないんですけども、ここ出発してすぐのトンネルがもう関門トンネルなんですかね。のね、数秒で、残り数秒で一気にトンネルに吸い込まれていきます。その後はしばらくすみませんけどね、回してません。トンネルを出てどれくらい経ったかは覚えてないんですけれども、とりあえずね、九州に入りまして、北九州市のこの海の景色です。いつもね、左側を撮ってて、左側はね、確か海じゃないはずなんですよね。なのでね、いつも左側を撮ってて、右側をこうやって見るのもね、いいなと思った瞬間でした。おお、海だ、海だ、と思って見てます。ということで、九州最初の停車駅、小倉に到着いたしました。この駅はね、全ての新幹線が止まります。ということで、小倉駅を出発いたしまして、この景色、なかなかいいですね。この後ね、もうちょいかな。高速道路かな?あれと並走するんですけど、いや、なんかすごいなと思って、この辺の在来線とか走ってる時もそうなんですけど、なんか高速道路すごいなと思っていつもね見てます。来ましたね、ザ・九州新幹線ツバメ。なんか結構人がいるわ、ここあたり。で、仕込み箱に向けて。あれ、ツバメよりもね、どちらかというとね、あちらにあるですね、湯布院の森の方がレアなのではないかと個人的には思います。奥にもなんか止まってますね。ちなみになんですけど、あ、やっぱすごいね。なんか何種類かあるらしいんですが、僕はよく分かってませんね。はい、湯布院の森。奥にソニックいるんじゃない?多分。時間的に。そうでもないか。あ、なんか見送ってくれるんだ、やっぱ。ちなみになんかね、ツバメ号はね、ツバメって合ってるよね。なんか分かんなかったです。なんかあそこのね、フロントライトかバックライトかなんかよく分かんないけど、そういうところがね、出っ張ってるやつと、この平たいやつとあるらしいです。なんかね、ルールはよく分かんないですよね。外国人さん、まさかのずっとね広告で見るようなゲームをずっとやっていて、あまり景色を楽しむことはなかったですね。日本の国宝姫路城が見えているんですけれども、全く興味を示さずって感じ。まあまあそんなものでしょうかね。まあ見えるって言ってもね、ちょっと遠いところだったし、止まってる間は見えなかったんで、駅に止まってる間は、まあ、この光を僕が覚えてる限りはどこにも抜かれなかったんですね。あとはね、和山口県内はのぞみでも泊まる停車駅として新山口駅とですね、あとはですね、新山口と徳山かが2つがあるんですけど、どちらにも停車せず、まさかの新下関駅に泊まる。新下関駅とか見たことなかったんだよ、まともに。何この作りと思ってね、ちょっと楽しめましたね。桜にもなるんですよね、始発の。ここ始発の。あ、そうなんだと思って、ちょっと前に知ったことなんですけど、なので意外となんか面白いところもあるなというふうに思いました。
まあそんな感じでね、なかなかねこいつも出発いたしませんので、まあなんかこの辺でね動画を切り上げて以上にしようかなと思います。グリーンセアはねまあ快適だったねっていう、そんな感じですね。寝てたんで、寝てしまえばどちらにしろあれみたいな感じなんですよね。ちょっともったいないような気もしましたけど、まあそんな感じでいろいろ話しました。もう話していても仕方がありません。博多駅に来たらねやることといえばトイレをすることだけで、もこのホームの作り結構好きなんですよね僕。なんか変わってて面白いんですよね。まあそんな感じでね、まあいろいろ話してても仕方がないので、こいつもね特に動きがないんで、まあ動画はね、まあ、以上にさせていただきたいなと思います。そんな感じでご視聴ありがとうございました。皆さんももしよければ使ってみてください。